エトラちゃんは見た。立花、この人たちがお前の新しい家族になるんだ。挨拶しなさい。よろしくね、立花くん。私はユリよ。こっちはあなたと同い年のユズリハと7歳の黒木。みんなで仲良くしようね。俺は立花、小学5年生。父親が再婚することになり、こいつらが俺の新しい家族となった。ベタベタと母親にひっつきやがって。うわ、気持ち悪い。こいつらの父親はだいぶ前、交通事故で死んだらしい。その分ずっと大事にされてきたんだろう。顔色や服装、態度でなんとなくわかる。そう思うのは、俺が母親に大事にされずに育ったから。立花、あんたまたおねしょしたわね。このバカ、汚い真似して。もう4歳なのになんで失敗ばかりすんのよ。ごめんなさい、ごめんなさい、母ちゃん。まったく、ほんと育児ってめんどくさいわ。こんなことなら産むんじゃなかった。ああ、ほんと、大失敗だわ。俺は母親に一瞬たりとも愛されなかった。父親は優しかったが、仕事で忙しく家にいる時間は少ない。母親はそれをいいことに、何度も男を家に連れ込んでいた。そしてある日。なんだこれは。母親は男と逃げてどこかへ消えた。俺と父さんを残して。そんなことがあって俺は母親って生き物を信用できなくなったし、ましてや俺と違ってそれに愛されて育った子供なんか敵でしかない。だから俺はこいつらを徹底的に否定してやるんだ。数ヶ月後。あ、ユズリハちゃん。なんだよ、泥臭ね。ちゃんと前見て歩けよ、バーカ。立花くん。おい、黒木。何、お兄ちゃん。一緒に帰ってやるよ。一人じゃ寂しいだろ。うん。あそこにでっけえ蛇がいるぞ。え、どこどこ。助けてやったぞ。感謝しろよな。黒木、大丈夫。こんな調子で俺は二人をとことんいじめ抜いた。それでもあの二人は俺の父親にも自分の母親にもそのことを言わなかった。どうしたの黒木、泥だらけじゃない。ちょっと転んだの。大丈夫、怪我は。大丈夫。なんで黙ってるのか知らないが、多分二人ともチクれば俺にもっといじめられると分かってるんだろう。たっちゃんも気をつけてね。あの辺小石が多いから転びやすいのよ。うん。そういえばそろそろたっちゃんの誕生日よね。うちは毎年誕生日にケーキを焼くの。たっちゃんはどんなケーキがいい？別に何でもいい。そっか、じゃあ腕によりをかけて作るから楽しみにしててね。うん。この二人の母親、ユリはまさしく母親の鏡のような女だった。正直この母親だけは嫌いじゃない。初めて触れた母親の愛情というのは想像以上に心地よいものだった。どうしたの黒木。だからこそこの愛をずっと享受していたこの兄弟が憎らしくてしょうがなかった。だが俺はここで自分の過ちに気づくべきだったのだ。自分が道を踏み外している事実にもっと早く。大丈夫、今は眠っていますが軽い脳震盪で済んだようです。しかし危なかった。もし打ち所が悪ければこのくらいでは済まなかったでしょうから。先生、本当にありがとうございました。黒木が下校中怪我をした。誰にも言ってないが原因は俺だ。今日帰り道、いつものように一人で帰る黒木を発見し、いたいた、黒木だ。さて今日はどうしてやろうかな。そうだ、ボールで脅かしてやる。まだお世話とんないだろうけど、ビビって尻餅つけばいいさ。そして、黒木、誰か救急車呼んで。幸いにも黒木は頭を打って気絶しただけのようだ。だがもし打ち所が悪ければ俺は黒木を殺してしまうところだったのだ。どうしよう、あの場には誰もいなかった。黒木からも俺は見えてなかっただろうし、このまま黙っておくか。いや、でもさすがに黒木にちゃんと謝るべきじゃ。立花。お、ゆずりは。大事な話があるの。ちょっとついてきてくれない？おい、話ってなんだよ。なんでこんなところで。
そこ確かクラスの奴らが言ってたお化け屋敷じゃねえか。お化け屋敷みたいなのがあるんだよ、白い建物で。こんなとこで話って一体。誰にも聞かれたくないのよ。2階に上がりましょう。おう、まさかユズリは俺が黒木にボール当てたのを見てたのか。だとしたら俺は。ねえ、今あそこに何か見えなかった？え、何がだよ。わからない。でも何か動いた気がするの。立花、先に行って見てきてよ。え、なんで俺が。早く。もう分かったよ。あのユズリハの目、やっぱりあの時のこと見てたのかも。もしそうなら謝るべきだよな。そうだ、謝ろう。いくら嫌いだからって、いくらなんでもやりすぎた。もうこれまでのことを全部話すしかない。あの母ちゃんと同じ人間になっちゃダメだ。俺はちゃんと新しい家族と。うわぁ、ユズリハ、助けてくれ。このままじゃ落ちる。助けて。大丈夫よ、この高さじゃ死なないわ。もっとも、打ち所が悪ければ死ぬかもね。お前、やっぱりあの時見てたのか。その言い方、やっぱり黒木の怪我ってあんたの仕業だったのね。違う、こいつ見てなかったのか。誤解だ。俺まさかボールが当たるとは思わなかったんだ。黒木が頭をぶつけるとも思わなかったし、それにちゃんと謝ろうと思ったんだ。だから許してくれ。今までのことは全部謝るし、親にも全部話す。もう正直に言うよ。俺、お前らに嫉妬してたんだ。母ちゃんがひどいやつで、俺も父さんもボロボロに捨てられて。だから母親に愛されてるお前らが羨ましくて、憎くて。だからあの…知らないわよ。あんたがどう育ってきたとしても、あんたが私たちをいじめていい理由にならない。私たちから見た自分をちょっとでも想像したことある？私も黒木もお母さんもお互いに大事に思ってるの。だから私と黒木はお母さんを心配させないようにあんたのバカな行動を告げ口しなかった。なのにあんたは私たちが黙ってるのをいいことに調子に乗って大好きな弟を傷つけたのよ。絶対に許さない。私はいつでもあんたに反撃することができるの。私がいつまでもおとなしくしてると思ったら大間違い。思い知りなさい。分かった。じゃあもう手を離すから足をどけてくれ。もたもたしてないで、さっさと上がりなさいよ。なんで助けてくれたんだよ。別に助けたわけじゃないわ。あのままじゃ私が落としたことになるから作戦を中止しただけよ。あんたに黒木の痛みを知ってもらうつもりだったのに、うまく落ちなくて残念だわ。お前、あの床下が腐ってるって知ってて、わざと。ええ、そうよ。だから何、お母さんたちに告げ口する？いや、俺はそうされても仕方ないことをお前らにしたから。本当にごめん、もう二度としない。黒木にも謝るから。ふん、最初からやらなきゃいいのよ。そして俺たちは二人で家に戻った。ユズリハと話し合い、これをきっかけに家族の不和を生みたくないとのことで、俺の今までの悪行は秘密にしておくことになった。その代わり、目が覚めた黒木には事情をすべて話し、これまでのことを謝った。その後二人と仲良くなんてことはないが、適度な距離感を保って生活することになった。一緒に帰ろう。黒木も一緒だけどいい？ユズリハたちは親に心配をかけたくないがために苦しみを打ち明けずに我慢していた。一方で俺は自分のことしか考えていなかった。今思えばなぜなのか、俺だってやられる側の痛みを知っていたはずなのに。それをユズリハが教えてくれた。かなり手荒いやり方だったが、俺にはちょうどよかった。俺はこれからちゃんと自分自身をしっかり見つめる大人になる。トドイも誰も傷つけず人の痛みを想像できる人間に。そしたらいつか。おかえり、たっちゃん。学校楽しかった？おかえり。いつか家族の温かさをちゃんと知ることができるだろうか。エトラよりお知らせ。エトラちゃんは見たでずっとメインのシナリオライターをしている黒岩かな子先生の読み切りが隣のヤングジャンプに掲載されました。お話の触りをお見せします。ウェブサイトで無料で読めるのでぜひ見てください。昭和17年、撃て！太平洋戦争の渦中にあったビルマ戦線。医者である父親に憧れを抱く少女
花岡すみれは陸軍看護婦として現地の病院に勤務していた。父に習い患者に寄り添う医療を心がけるすみれ。そんな彼女の前に新たな病院長として軍医の工藤が就任する。軍医として合理的に兵士に向き合う工藤と感情的な向き合いを求めるすみれ。そして相入れない意見をぶつけ合う二人に敵襲だ！待ち受けていたのは己の矜持に従い治すことに向き合う戦時医療ドラマ剣の軍医。6月23日隣のヤングジャンプより読み切りにて掲載。ご視聴いただきありがとうございました。ずっと自分はもらえなかった母親からの愛情に嫉妬していじめてしまうのも心が未熟な子供からしたら無理ないことなのかもしれません。とはいえそれでいじめてもいい理由にはならないのは紛れもない事実です。こんなことになる前に一番身近な大人、それこそ今回で言う父親がちゃんと心のケアをしてあげるべきなのではないかなと思いますね。子供のうちは加減もできないでしょうから、今回取り返しのつかないようなことにならなくて本当に良かったです。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもいい方向に向かって良かったと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。